さあ皆さん始まりました。11月の16日、今が16時14分ですね。いつも通り、マーケットの振り返りやっていきたいんですけど、今日ね、やっぱし日本株少し重たかったですね。もうこれも全ては突発的な情報。はい。まあ、ポーランドの方に、まあ、ミサイルがね、着弾うんぬんっていう、まあ、そういったね、ニュースが流れてきてます。来てました。で、どこがね、やったかどうかっていうのは、まだね、定かではないような状況。みたいなんですけど、いろいろニュース飛んでるんですけどね。はい。まあ、ある国が関連してるんじゃないかとか、いろいろと流れてます、憶測が。まあ、そこあたりもひっくるめて、ちょっとね、寄り付きは弱かった。日経平均は確かに。で、ただし、個別銘柄で見ると、上がってる銘柄、まあ、主力どころで言うとソフトバンクグループであったりとか、上がったりしてるんですよね。まあ、急落3日後の動きなんだけども、で、レーザーテック。まあ、これも急落1回して2万7000円ぐらいまで下がって、そこから下髭伸ばして戻してますよ。まあ、多分ショートカバー入ったんでしょうね。まあ、空売りも多かったんで、ただちょっとやっぱし板の気配が重たかった、今日は。うん。まあ、どうなるかなっていうところですね。まあ、とりあえずね、全体像の分析しながら個別の分析も進めていきたいと思います。はい。で、僕のプロフィールはね、ツイッターの方に載せているので、よかったらそっちの方を見とってください。7年間で証券会社2013年から勤めてました。で、最終本店まで行っていて、しっかりと実務経験積んできてます。そこあたりを踏まえた上で、これからも僕の話参考にしてほしいし、あとによかったらチャンネル登録と、あとツイッターのフォローね、しておいてもらえると嬉しいです。あとメンバーシップでもね、テクニカル分析の勉強会やってるんで、もしね、再現性の力、まあ、テクニカルのね、やり方であったり、その他データの見方、応用編っていうところを学びたいっていう方がいたら、メンバーシップの方も検討してみてください。というわけで、いつも通り、まずはね、米国株の動きから分析しましょう。で、その流れで日本株の分析に移りたいと思うんですけど、昨晩ニューヨークダウはですね、56ドル高ですね。で、現状の位置が、フィボナッチの 61.8% 戻しラインで止まってる状態かな。うん。ここの1月の高値安値のフィボナッチの 61.8% 戻しラインで、一旦ビタ止めされてるような状況なんですね。ストキャスティックスは過熱気味ラインまで達していて、RSI は、まあ、ちょっと中途半端な動き方をしてると。はい。MACD はただ、まだデッドクロス、下落トレンドを形成するような動き方ではないんですよね。もちろんパラメータ水準は結構高め。まあ、800近いところまで上がってるから、過熱気味ではあるんですよね。いつ MACD がデッドクロス組んでくるかどうかわかんないので、そこだけは警戒かな。で、S&P500 もそう。0.87% 上昇。はい。ここはまだ200日ラインですね。ここにタッチはしてないんですよ。この逆ヘッド&ショルダー完成後に、こう、スーってね、この点線ライン抜けてから上がってきている。ストキャスティックスは加熱気味のラインまでタッチしていて、RSI は、まだね、上がりきってはいないんですよね。まあ、ここのライン意識なんですけど、MACD はゴールデンクロスを鋭角に組んで上昇トレンド継続中。で、市場の不安心理を表すビックス指数は、若干ね、乱高下したような形ですよね。一旦パーンってね、上がってから、今 24.54 あたりで推移。で、MACD の青のラインが若干切り上がってきてるんですよ。これが、オレンジのラインと交わってゴールデンクロス上昇トレンドを形成してくると、目先下落の可能性が高まる。そのパターンが出てくる可能性があるので、ちょっとね、慎重に見ていきたいところですよね。MACD の形状を見たらですね。騙してあることを期待したいんだけども、一応前回のね、ゴールデンクロスを形成したパラメータ水準まで落ちてはいるんですよ。MACD は。とりあえずね、今言ったパターンを覚えとってください。MACD のゴールデンクロス形成を伴って株式マーケットは急落する可能性が高まるので、そこだけケア。じゃあ、その他のセクター別の動きで見ていきたいと思うんだけども、S&P500 の。昨晩上下したセクター、まあ、下落したセクター2セクターだけ。マテリアルセクターとヘルスケアセクター、この2セクターだけが様子見。まあ、小幅に下落っていう状況だったんですよ。で、一番上がったセクターは、じゃあどこなのっていうことなんだけども、コミュニケーションサービスセクター、アルファベットメタが組み込まれてるセクターですね。1.78% まで上昇。で、一般消費財。ここはね、5日と25日のゴールデンクロス形成が近いので、通常だったらもうちょっと上向き方向に、ね、エネルギーが入りやすいのかなって感じがします。インフォメーションテクノロジーセクターは、逆ヘッド&ショルダー形成して上値抵抗ライン抜けてきてるので、はい。ここはね、一本まだ抜けてるんですよね、トレンドがね。
MacD はゴールデンクロス継続中。はい。一応ね、だから、グロース株が強いんですよね。これパッと見ても。グロースのセクターが強くて、バリュー株のセクターがいわゆる動きをしている。ローテーションが入っている状況です。セクターローテーション。はい。GV 倍率上昇中ですね。昨晩 0.48% 上がってます。で、これは S&P500 のグロース株指数割ることのバリュー株指数なんで、上昇するとグロース株優位、下落するとバリュー株優位っていう風に判断するんですよ。で、これは短期的なフィボナッチのレッドゾーン内に足突っ込んだ段階からスパーンって上がってる。目先の動きとしては、バリュー株よりもグロース株の動き。それが顕著に出てるっていう状況ですよね。だから昨晩、やっぱし上がってきてる。ナスダックであったり、即死数はね。で、ストキャスティックスもまだ加熱気味のラインまで上がってるわけではないし、MacD も切り上げているので、ここはね、目先まだバリューよりもグロースの方が優位の動きしてるんですよね。だから、やっぱし指数、さっきも言った通り、ナスダック 1.4% 上昇 ?1.45%。フィボナッチの 61.8% ラインで一旦揉んではいるけれども、上昇方向に小幅にバンドオフ中。はい。ストキャと、だけですね。加熱気味のサイン出してるのは。で、ソックス指数に関しては 3% 急伸。これはストキャと RSI が同じような動き方をしているので、RSI の方が優先度は高い。だからこっちが加熱気味のラインタッチしたら、ちょっとね、目先の警戒感、調整の警戒っていうところはしておく必要があるかなと。MacD は鋭角に切り上がってるので上昇トレンド継続。で、ここもバンドオフですね。日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ。この上の青のライン沿って上がる強烈な上昇トレンドを形成して、200日ラインまで上がってるんですよね。200日ラインまで。200日移動平均線は、上値重たくなりがちなところなので、ちょっとね、調整が入りやすいかな。まあ、とりあえず RSI が、バンドオークは日柄調整が入って、っていうかその日足が上のこの青のライン、ボリンジャーバンドのプラス2シグマのラインから離れて、パラボリックと MacD が下落トレンドを形成すると、ボリバンの中央線25日までの軌道修正が入りやすいっていう、まあ一般的な、まあ期待値の高いね、パターンがあるんですよね。もう知ってる方がほとんどだと思うんですけど、僕の動画を見てる方に関しては、このパターンが出てきたら、即死数ちょっと調整かなって思ってもらった方がいいと思います。今のところ、上昇等方向にバンドオク中です。バンドオクは強いトレンドサインなんで、はい、そのチャートが崩れるまでは少し、ね、上値追っていきたいっていうところかな。ただやっぱしね、変なニュースがね、飛んできてますからね。もう、テクニカルなところであったりとか、重要イベントに向けてのスケジュール感であったりとか、そういったところはやっぱし、いろいろと読んでやることはできるんだけども、今回みたいな、ポーランドに関するニュースですよね。ああいう突発的なね、ところはね、読みようがないので、そこだけはね、やっぱしあれだよね、難しいところですよね。まあ、しっかりとリスク管理してる人ね、多いと思うんで、あれだとは思うんですけど、僕のチャンネル見てこれてる方はですね。はい。で、金利はちなみにどうなのか。まあ、そこあたり見ましょうか。とりあえずね。金利。アメリカの2年債利回りは、4.4% ぐらい、5年債利回りも 3.95%、 10年債、20年債、30年債、まあ、若干上昇した感じかな。まあ、極端なその下落はここからなかなか入りにくいとは思います。ターミナルレートがどこなのか、いや、その金利高水準の金利水準をどれぐらいの期間まで維持すべきなのかどうかっていうことに関しては、これから出てくるデータ次第になってくるんでね。物価上昇率。はい。もちろんその景気後退懸念を下げるために過度な行き過ぎた利上げっていうところは FRB にとっては望むところではない。だけども一番今撲滅しなければいけない、ターゲットしなくちゃいけないのはどうしてもやっぱし物価上昇率なわけですよ。そこがね、落ち着かない限りはやっぱし金利は高水準で維持し続けなければいけないっていう判断になってしまうので、そういったところを考えてもやっぱその上下の幅は限られるよねっていう形だと思うんですよね。で、今、さっき速報でね、16時ぐらいに出てきてるんですけど、イギリスの方での10月の消費者物価指数、予想を上回って 11.1% って結果が出てきました。予想が 10.7% だったんですけど、で、コアに関しては 6.4% が予想に対して、結果が 6.5%、市場層を超えてきちゃってるんですよね。もし欧州の方
ユーロ圏はまだまだきつい状況が続いているような形かな。はい。形ですよね。じゃあ、欧州の方の株式マーケット、この後ね、どう動いてくるかってところなんですけど、イギリス FTSE は今のところ 0.5% 上げてます。まあ、日柄調整入ってますよね。で、ユーロストック50は、こんな状態でバンドオク州。ドイツダックスも上昇方向にバンドオク。はい。そんな形の動き方をしてるかな。RSI が過熱気味なんでね、ちょっと行き過ぎてるところあるんで、どっかで調整入ると思うんですけど、はい。そこだけ注意。やっぱし RSI が過熱気味のラインにタッチして、ビターって張り付くことってたまにあるんですよ。こういった形でね。だけども、RSI が高い水準でずーっと維持され続けるってことはないんですよ。ちょっと噛んじゃったんですけどね。ごめんなさい。はい。だいたいすぐに下げてくるんですよね。基本的な流れで言うと。ストキャスティックスは機能不全になってこういった形でビターってね、過熱のラインに張り付くこと結構あります。だけども、RSI がここでビターって張り付くことは稀なので、やっぱしその目先の楽観的な上昇っていうところはどうしても入ってるのかなって感じはしますよね。うん。はい。そんな感じですね。じゃあ、その流れを受けて今日日本株、日経平均はどうだったのっていうところを見るんですけど、日経平均 0.14%、まあ、38円相当は上がってます。まあ、下髭伸ばして買い戻しの動きが入ったんですけどね。で、25日移動平均線、この黄色のラインと、次、100日移動平均線、75日移動平均線とのゴールデンクロスを組むかどうか。ストキャスティックスは切り下がってきていて、RSI は、レンジラインですね。これね、また消えてるんですよね。昨日ちゃんと引いてたんですけど。更新するたびにラインが訂正されちゃうんで、また引き直します、とりあえず。この三角持ち合いのレンジをどっちにブレるかどうかで、大きなトレンドが発生してくると思うんですよ。はい。RSI がブレた段階、まあ、上のラインを抜けるか、下のラインを抜けるかで、さらに上まで上が、まあ、さらにもう一段高するか、もしくは一旦調整下がるかっていうのは決まってくると思います。ここのラインを必ず皆さん見とってください。よかったら皆さんのチャートにも書いとってほしいんですよ。はい。ここ重要です。こっちのラインよりも、どっちかっていうと、どっちブレるかっていうところを見てもらった方が、より明確なラインが見えそうだなっていう感じがしますよね。で、ドル円。今139円の80銭台で推移。で、これね、下向き方向にスイッチ入んなかったんですよね。というのが、5日移動平均線と100日移動平均線のデッドクロス形成がなされて、瞬間昨日は137円まで下がったんだけども、その後139円の80銭台まで戻ってるんですよ。まだ5日、まだ5日移動平均線下向きなんで、トレンドは下向きなんだけども、もちろんこの一目の下限、赤のラインを下回ると、もう一段安、もう一段円高に進む可能性ありますよ。はい。まだ明確に上向きのトレンドは出てないっすよね、これはね。ドルベースの日経平均。こっちはどうなのか。これ日経平均割るごとのドル円。為替の変動リスクを加味した日経平均ですね。海外投資家みたいな日経平均はこれです。これです。これは今分母のドル円が円高に進んだので、ドルベースの日経平均は通常の日経平均よりも上げている。ということは海外投資家にとっては結構いい形なんですよね。動き方としては。これが200日移動平均線ラインを抜けてくると、ちょっと強めのねラインが発生してくるかなって感じがする。で、現状のね、日経平均のデータ、そこあたりの見比べもしていくんだけども、まずこれですね。これ、空売り比率です。これ、現状のやつまだ出てないんですけど、11月の15日時点は、空売りの比率が、昨日時点では 39.8% だったんですよね。要は、ショートカバーが結構入って、空売りの入る余力が残っていた。まあ、そういうところもひっくるめて、よし、今日ね、上値が重たかったのかなって気がします。平均だいたい 45% なんで、39.8% はやっぱし低い水準なので、そこでの、まあ、ちょっと売りがね、積まれてるような形だと今日の動きを見ると思います。で、騰落レシオ。ここを見ましょう。11月16日時点。25日の騰落レシオが 106.24 まで上がってきてるんですよ。で、15日、10日も上がってきてる。これがもし120を超えてくるような形で上がってくると、ちょっとその過熱感が台頭してきて、上値がさらに重たくなってくる可能性があるから、ここは120をもし、今週、もしくは来週の段階でつけてくるときは、目先のその、個別銘柄ごとの下落、それが入りやすくなってるよってところを、やっぱし意識しておくべきなのかなって感じですよね。で、さらに日常合計の信用倍率。まあ、ここはね、ちょっと改善してるんですよね、ただね。はい。
売り算が増えてます。11月の11日の週までなんですけど、これ最新のデータですね。だいたい8000億円相当積まれてる。安い時でまあだいたい6000億円後半ぐらいのね、売り算が積み上がってる状態で、そっからね、売り算増えてるんですよ。で、信用の改ざんも上げた関係で解消されてきてるので、マーケット全体がですね。なので、3兆1400億円相当から、今その、2000億円相当減ってるのかな？ 2兆9400億円相当まで信用の改ざんが全体的に減ってるんですよ。なので信用倍率低下ですね。3.66 倍。だけども、信用評価損益率は依然として2桁%なんですよ。マイナス 10.18% なんですよ。ということは、空売りで損してる人は平均でマイナス 10% 損してるっていうことになるので、まだね、やっぱその、きつい人は多いっていうことですよね。言ってしまうと。きつい人は信用で買ってる人で、まだしこり玉を持ってる人が多いっていう。まあそういった状況ではあるかな。ただ改善、まあ信用改ざんが減ってるってことはね、結構評価されるところであるので、まあさらに減ってくれると、日経平均、まあ日本株もうちょい軽い動きを、値動きをしてくるのかなって気がします。特に、やっぱし、直近まで上がってる、急騰してる銘柄は、結構あると思うんですけど、中でも、需給がいい銘柄が踏み上げてきてるわけじゃないですか。需給がいい銘柄ね。で、ただレーザーテックが今日ちょっと重たかったんですよね。板の気配ずっと見てて。久しぶりにその、ね、さっき言った通り下髭伸ばして上がってはいるんだけど、2万7000近辺まで下がってるんですよ。下がったんですよ。あれさえ加熱気味ですからね。ここからちょっとやっぱしその、ババ抜きはもう始まってると思うので、ババ抜きは慎重にエントリーは考えた方がいいのかなって感じがする。デイリーでやるんだったらいいんでしょうけど、こっからまたいで持ち越しっていうのはちょっとリスクが直近倍になってることもあるんで、一旦ね、やっぱし押し目待った方がいいのかなって感じますよね、ここあたりはね。今日の動き方見ても。まあ、突発的なイレギュラーが起きていたとはしてもですよ。とは言ってもですよ。で東京エレクトロンはその一方で上がってる 1.64% 上昇。もちろんその上がったところから下がってますけどね。で25日と50日移動平均線のゴールデンクロス形成が近い。まあこれ上昇方向にバンドオークなんで、バンドオーク後の終了のサインですね。バンドオーク終了のサインをお知らせを待つべきかなという形。で、円高円安、まあ結構ね140円台割れてから137円から139円あたりを行ったり来たりしてるんですけど、円安メリット銘柄落ちてますよね。スバル。はい。こういった形で下がってたりするし、スバルですね。あと、トヨタ。弱いですよね。横横の展開。横横の展開。で、今日日経平均の上昇に寄与した銘柄が、どこだったのかっていうと、ソフトバンクグループかな？2.94% 上がったので、日経平均は37円相当押し上げてる。で、その次に東京エレクトロン26円相当の押し上げ要因で、第一三共、新越、ファーストリテイリング、まあ、ここあたりが上昇に寄与してるんですよね。で、オリンパスであったりとか、まあ、急落してたんですけど、そこはまだね、弱い動き方をしてるかなと。はい、そういった形です。ちょっとね、今日グロース株は強かったですよ。もちろん下がったところから戻す流れが出てた。アメリカの方の GV 倍率が切り上がってたから、バリュー株よりもグロース株の方がアメリカ市場は優先されてるわけですよね。その関係もあって上がってるんだけれども、バリュー株よりもグロース株の方が今日日本株もですね。だけどもちょっとその重たかったなっていう印象をちょっと受けました、今日はね。全部じゃないんですけどね、もちろん。はい。で、その他の指数を見ましょうか、とりあえずね。トピックス。はい、トピックスこれですね。RSI のライン。ここ意識ですよね、トピックスも。ここのラインギリギリ保ってるので、明日のちょっとラインを見てほしい。ここのライン、下値ラインを割ってくるならば、私この軌道かなり意識されてたので、おかしな動きに発展する可能性もあるんですよね。ちょっと注意して見ときましょうか。25日移動平均線切り上がってて、断続的に100日、75日とのゴールデンクロス形成を見えてるんですよ。何もそのイレギュラーがなければ、このゴールデンクロス形成を伴って、もうちょっと上がってきてもおかしくないとは思うんですよね。だけども、今年は僕はもう全く油断はしてないので、油断大敵だと思うので、そこだけはしててほしい。で、トピックスの方が日経平均よりも、
パフォーマンス悪かった。今日は下がってるから。ただ、マザーズは 1.41% 上昇で、ここ吹っ飛んでるんですよ。これ前から皆さん言った通りですね。はい。今、優先度はマザーズが一番高いです。日経平均、トピックス、マザーズの中でね。一番選ばれてるのが今、マザーズなんですよ。なんでかっていうと、まず見ていきましょう、順番通り。日経平均とトピックスの優位性。その違い。今、横横なんですよ。これ日経平均割ることのトピックス。はい。上昇すると日経有利、下落するとトピックス有利なんだけど、今日は上がってるので、トピックスよりも日経平均の方が優位性は高まったんですね。で、これね、ちょっと難しいんですよ。ボックス圏内での動きなんで、5日移動平均線切り上がって25日とゴールデンクロス形成して、100日とも組んでくるような形だから、一旦目先上向きということはトピックスよりも日経平均への寄与度の高い銘柄の方が、目先数日間はちょっと優位性が高まるかもしれない。で、対マザーズに関しては、TM 倍率。これトピックス割ることのマザーズですね。上昇するとトピックス有利。下落するとマザーズ有利。で、今これは下がってるので、トピックスよりもマザーズの方が優位性が高い。で、日経平均対マザーズは、日経平均割ることのマザーズの NM 倍率。これ上昇すると日経より、下落するとマザーズ有利。ということは日経平均よりもマザーズの方が優位性が高い。一番強い市場はマザーズなんですよ。これを見ても。で、その次に、目先の動きとしては日経平均が強くて、最後にトピックスと。なので、マザーズ、が今優先度が高いから、これずっと前から言ってるんですけど、だから、そっちの方に投資してた方がパフォーマンスが相対的に上がってるという状況ですよね。で、この要は倍率、今倍率ですね、3ついったと思うんですよ。この倍率の流れが逆転してくると、マザーズから他の市場にね、他の銘柄に資金がシフトしやすくなってくる。まあ、相対的な優位性が出てくるという形になるんだけれども、現状は、こういった順番になってるよっていうところを把握して、個別銘柄を物色した方が、相対、パフォーマンスは上がると思います。優位性があるところについた方がですね。自分の持っている銘柄上がらないと。だけど他の銘柄見るとめちゃめちゃ上がってる。なんで乗り遅れてるんだ。だいたいここあたりやっぱし見れてないっていうところが多いと思うんですよ。はい。多いと思うんですよ。で、その他ね、やっぱそのビットコインのところか、ところを見るんですけど、ビットコインもまだね、235万なんですよね。バンドオーク日柄調整っていう動き入ってるんですけど、なんかもう、この前、ね、破綻のニュースが出てきて、で、今回もなんかその、出てるみたいですよね。そういったニュースが。僕のツイッターの方で、関連記事はニュースある、皆さんの方に、リツイートして共有化してるんですけど、ブロックファイ破産申請準備、FTX 破綻の影響広がるって形でニュースが出てたりとかしてます。あと FTX の件に関しても、債権者100万人超の可能性、各国規制当局と接触中みたいな感じで、なんかそういった関連ニュース出てます。詳しく知りたい方がいたら僕のツイッターの方に関連記事をリツイートしてるので、そっちで見とってほしいんですけど、はい、ロイターの記事とか流れてるんですよね。そういったタイトルのやつが。ここはね、まだ落ち着いてないっすよね。なんともその分かりにくい。で、上海、香港、ハンセン、深セン。まあ、ここに関してはちょっと調整が入ってるような状況かな。なので、現状のマーケットの動き見たんですけど、まあ、今日に関してはちょっと突発的なファクター用ヘッドラインニュースが入ってきちゃったんで、ちょっとね、ブレましたよね。寄り付きからね。そこからま、プラスに戻ってきて、日経平均の強さってものは出てきたんですけど、アメリカ市場を見ると、まだ、バリュー株よりもグロース株の優位性が高いんですよ。まあ、金利もね、下落一服はしてるんですけど、うん。グロース株の方がまだパフォーマンス相対的なところはいいかなと。だから、今日は急落したグロース株も安いところから買い戻されてるような状況ですよね。おそらくショートカバーが入ったと思うんですよ。そこに関しては。だけど、板がちょっと重たい。重たかった。今日見てみると、板の気合がちょっと重たかったなっていう感じは、してました。ババ抜き始まってるかどうかっていうアンケートを一応ツイッターの方ではねしたんですけどね、皆さんの方に僕もちょっとどうなのかなと思ったりしたんで、皆さんの意見知りたいなと思ってそういったアンケートしました。で、ババ抜きね、やっぱし半導体株の方で始まってるんじゃないかっていう意見の方がちょっと多かったような状況ですよね。出します。それツイッターのやつですね。はい、これです。半導体株は目先バブ抜き始まってると思う。まあ、このアンケート1800票入ったんですけど、ハイが 61.9%、イエが 15.2%、わからねえが 22.9% だったんですよ。全体的にやっぱそのババ抜きがもう始まってるんじゃないかという
ね、意見が多かったので、それやったらちょっと目先警戒しようかと。要はその売りを、虎視眈々と狙ってるっていうことでしょ？要は6割ぐらいの人は。うん。高いところも上がってるっていうことだったら、持ってる人はですね。はい。ちょっとその目先警戒感を持ちながら急騰してるので、一気に上がり続ける相場はないですか？どっかでやっぱし一旦上下しながら、下げて上げてっていうことを繰り返しながら上げてくれる方が、安心して見てられるので、ババ抜きでね、最後に、ババ引いたらもう目も当てられないんで、そこだけは気をつけておいてほしいですね。6月の高値期日、12月ももう来ますんで、6月の高値が12月ですからね、皆さん。一応時給の壁も存在してます。で、年末の損益通算もあると。税制上の売り買いも出やすいというところもひっくるめて、今後の戦略を練ってもらった方がいいのかなっていう思いますね。なのでまた動きがあったらすぐに YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったら最後に皆さん僕のチャンネル登録と、あと Twitter のフォローね。はい、もし僕の話してる内容が少しでも皆さんの参考になってると思っていただけたら、押しててもらえるとめちゃめちゃ嬉しいのでよろしくお願いします。また夜ライブするんでね、そこでまたお会いしましょう。一旦皆さんお疲れ様です。